なぜここでピサロの部屋が手に入るとかは、なんかすごく理解に苦しみます、正直私。なんでここでピサロの部屋とか手に入るんだろうね。ちょっと理解に、なんでここで服とか手に入るんだろう。全然俺にはよくは理解できないわ。残骸かな。一時バーって出てくんなよ。褒めてやろう。ありがとうございます。しかし、ここまでは小手調べ。さらなる試練に挑戦し、さあ、ここからなんすよ。ここからなんすよ。赤目なんすよ。よくね、今まで主人公入りで突破できたなと思うんですけど、赤目の魔王は、皆さんね、赤目のね、違うとこは知らない方もいると思うんで、まあね、とりあえずやっていきましょう。これ以上何をすんの？乱暴する気？エロ同士。さあ、再び竜王のステージです。はい。まあ、初見の時は本当にビビりました。私、アーケードモードで赤目大魔王とほとんど対峙したことがございませんでした。はい。まあ、このゲーム初めてね、ようやく新魔王に出会ったなって感じなんですよ。アーケードで触れられなかったぜ。まあ、ティミー君ぐらいしかやってなかったかな。赤目間に合わなかったもん、30体も。いや、これ本当に一人プレイ大変なんだよな。まあ、先の竜王ではかなり弱かったんですけど、まあ、赤目になると何が怖いかって言いますと、まあね、初めての方も、シャープいくつで言ってるのか分かんないですけど、初めての方のために言っておきますと、まず赤目になることで体勢が変化します。で、ステータスこそ変わらないんですけど、技の威力とかが変化します。技の効果とかも変化します。はい。そして何より、ツバゼリアの強さが変化します。はい。ツバゼリアの強さが変化するのが非常にまずいんですよ、これ。今までなんかよく分かんないアドリブで勝ってきてますけど、そういうアドリブが、通用する確率がね、まあ下がるんですよ。なので、生ぬるいつばぜりをしてると、まあ負けます。とりあえずパーティーはね、デスタムアレ使ったこれです。で、弱点はそこそこ取れるんで、打点は取れるーおいやー、おたけびから入ってくるならラッキーだね。それはまだラッキーな方。このターンに引きちぎるを食らう方がきついから、まあいいかな。こいつのね、赤目のようにに対しては引きちぎるが本当に怖いんですよ。そう、2回攻撃がね、ある魔王が多いんだよね。赤目って。まあ一部ないようなやつもいますけど、そう、一部ない代わりに強いとかね、そういうのもあるんだけど、竜王はね、さ、しょっぱなから2回攻撃を繰り出してくるからね。で、今回はちゃんとこのメタルキングの鎧と、ニカガメ盾、刺さります。行動パターンが変わる関係上、ベギラゴンとかドルムーンを撃つようになります、こいつは。それがでかいんですよね。さあ、とりあえず次のターンあたりに、つばせをしておきたい。ここの攻撃は輝くかベギラゴン2択なんですけど、どっち行く？ベギラゴン。まあまあまあ、大丈夫でしょう。大丈夫、なんとかなる。なるほど、こんなもんか。よしよしよし。さあ、生ぬいつばせじゃもう通用しませんよ。やだよよっしゃきたーやったー、油断すんな、行くぞ。勝ってからだ、喜べ。勝ってから喜べ。よっしゃー勝ってから喜べなんかダメだよな。もうゲージ来た瞬間、やったーって言ってもさ、早いんだよな。喜びが早いんだよ。勝ってから喜ばないと。よし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 。よし。オッケー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 。乗ってきたか？乗ってきた乗ってきた。で、竜王の4ターン目。はい。竜王の4ターン目、呪文確定です。これ、ね、ドルマークはベイヤーゴンのタグです。この、急になんか赤目になるとね、この竜王ね、やたら呪文を使い出すんですよ。ドルモアだの、ベギラゴンだの。で、4ターン目は本当に呪文しかしないんですよ。なんでまあ、マジックパリはすんごい刺されます。はい。もうほぼ、もうこの時点で分かると思うんですけど、勝ちです、これ。この時点で分かったと思うんですけど、まあ、勝ちですね。はい。ありがとうございます。タイヤリです。タイヤリっす。いやー、竜王ありがとうね。なんか解説までさせてくれて、赤目の解説する余裕があったわ。まあ、かっこいいんですけどね。なんかドルマは打つモーションは。うん。まあでも賢さ200程度からドルマを打ってくるって、こいつの神経が理解できないんですけどね、僕。いざ、V 型の V は、勝利の V! よーし！いやー、よかった。初戦をこんなに軽々突破できると思わなかったな。あれ？
初回でもなんかこれ門末レースをサクサク突破してた覚えやんな。いや主人公の方が難しく感じるわ。なんか忌まわしい気持ちが蘇ってきたんですけど、俺初回の時もこいつにめっちゃ苦戦してた覚えある。いやだってこいつ強いんだもん。素直に強えもん。スキャバトの新一ランボス強すぎるんだもん。いやこれね HP3000 ぐらいあるのはいいんですけど、それはいいんだけど、それ3000あってもね、まあかなり攻撃が強いわけで、あと6900とかいうね、結構この赤目大魔王の中でもかなりの HP が誇っております、これ6900って。なんか結構厳しい戦いになるんじゃないでしょうか。さあ主人公入りでも弱点を取ってます。ちなみにこれ水神破産、勇者と組むことで発動する第3の技、強いね。やっぱ頭上お前結構であるね。さあ雷鳴拳行くぞ、弱点取ってけ。はーい。あーでもこんなもんか。あーでもまあ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 王者に進んでもいいかもしれないな、これ。さあ、うわ、来た、破壊の滝、これやばいぞ。これマジで強いからね。いやー、ここガードとかしてほしかったけど。さあ、どんぐらい食らう？いやー、まあ、だから、やばいじゃん、お前。キスコ頼むぞ。待ってくれ、頼むぞってさ、そっち、違う、そういう意味じゃない。そういう意味で、キスコ、そうじゃない。違う、キスコ。キスコやるねー。はい、オッケー、王者の一戦。はい、もう一丁、せーの。はい、王者の一戦でもあんま変わんねえか。ズシオマル、頼むわ。ただ、お前は会心絶対出せないからな。ズシオマルのこの第三の技も会心出せないです。はい、ズシオマルって会心を出すことができません、こいつ。若干こいつらね、会心を出すことが難しいんだよね。さあ、次のターンに、とりあえず。叫び、これ主人公溜まったらやばいぞ。主人公溜まったらやばくね。おい、ナイス。キスコ今日不調だな。キスコ今日不調だな、これ。キスコのために、キスコに勇気を与えるか。さっきの何だったんだ。行くぜ。勝てる。よっしゃ、キスコに勇気を与えるつばぜり合い、これが。おっと、キスコ勇気を、勇気、キスコ勇気、キスコの勇気。これちょっと待て、これどうする。これは厳しいな。一瞬勝ち筋がある。これでいくか。勝ち筋は一応あるんですけど、5ターン目まで伸ばしたくないっす。5ターン目まで伸ばすと、凍てつ稼働があります、こいつ。なので、このターンにとどめ圏内まで削っ、ほら、こうなる。5ターン目まで伸ばしたらダメだ、凍てつ稼働やってくる。キスコなら大丈夫。キスコならそんなに食らわないよ。邪神の怒り、一番食らってほしくないのは誰だろう。ズシオマルかな、やっぱ。キスコなら、まあ。このターンに、全員が攻撃を当てて、勇気貯めれば勝てる。頼むぞ、お前ら。いけ、水神破断、よし。全員当てなくちゃダメだな、これ。ワンチャン主人公がうまいこと削れねえか。はい、オッケー、オッケー、ナイス、それはナイスだぞ。よっしゃー、ナイス。よしよし、5ターン目の凍てつ稼働まで伸ばさなかったのでかい。よし、それはマジで見せた。ロト三次元見せたね。まあこっち天空の勇者が伝説の耳を取ってるんですけどね。いや、よく勝てたな。よく勝てたなって、ちょっと自分がもう驚いてるわ。意外と頑張ってる。正直頑張ってる。よし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 。あるぞ、これ。ただね、ちょっとね、これ、モンマスの時と違ってね、一つ補足するとですね、疲れてきてます。毎回つまずる。だって、やってるもんな。ちょっと疲れてきてますね。いやでも、いい流れ来てるぞ。はい、新6段のボス登場です。HP5 万です。まあそれは別の話なんですけど、まあ、えらいことになってますわ。いや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 。これまた主人公で勝たなあかんの？
始まりました。勇者の挑戦、舞踏家で参ります。まあどう見ても舞踏家のお供に見えないんですけど、ちゃんと舞踏家ですこいつら。一応弱点は取れる奴らなんで、やってくれると思います。まあ一旦目ね、これはね、さすがに使わせて、動画上さすがに使わせてほしいですよ。さすがにちょっとストーリー攻略上ここは使わないと話が進みませんので。だからこれのせいでさ、向こうの勇気が溜まってんだよな。そうだよな。だから結局つばぜりどっかで死ねってダメだな、これ。どうしようかな、迷ってる暇ないか。これね、1ターン目にマヒャドと死者の呼び声、どっちも嫌な攻撃なんですけどね。1ターン目からつばぜり合いっていう手もあるかなって思ったんですよ。まあちょっと様子見よう。はい、ドラゴンフロー、ナイス。一応打撃小弱点になってるから、もともとのゾーマは打撃弱点だったんですけど、まあね、シーンになって打撃のアナウンスがなくなり、小弱点に変わってます。まあ、ゴールデンゴールみたいなもんですね。マヒャドやばいっすね、ちなみに。やばいって。やばいっすね、じゃないんだよ。やばいんだよ、もう。もうやばいんだもん、それは。いやー、もう早速かい。早速かい。いやー、どうしようかな。まあ、早速。早くも瀕死に。ここだな。黄色になっちゃうか。天空の次に勇気を込めて立ち向かえ。いきます、勝つしかねえぞ。オッケー、黄色は安定するな。おい、黄色はなんとかしたね。オッケー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 。まだこっからなんですよ。あの4ターン目が、このゾーマは、この新ゾーマ4ターン目に死者の呼び声、おわマヒャドです。ちょっと厳しい。おっと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 、ちょっと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  HP3300 目削らなければいけないという、このね、危機的状況にお前は一体何をしているんだと、まあ突っ込みたくなりますわ。ドラゴンクロー、はあ、つらーい、削ってくれよ、頼むぞお前。さあ、破滅の炎。いやー、待って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 、ちょっと待って、ちょっと待たないかい。うおい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 、これ4ターン目耐えれないんだけど。4ターン目どう耐えるんだ。4ターン目どうする、4ターン目どうするの。ナイス。でもさ、でもさ、何この難しいタク。何なら大丈夫な、逆に何なら耐えれるのか、これマジで何なら。スペシャルカード発動、これかな。天使の歌がないんだもん、だって天使の歌がないもん。それなら道は一つ、グリーンガムで止めるしかねえ。いけー、止めろ。よし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 、ワンチャンあるぞ、ワンチャンあるか。お、ここで動けない、ワンチャンあるぞ、ワンチャンある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 。ここで頼む、お前が止めてくれ、頼む頼む頼む、止めろ、止めたら勝ちだ。止めろ止めろ、止めない、これ止めないな。砂煙、止めろ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 、無限の勝ち筋、無限の勝ち筋よ。あ、どうする、どうすんのこれ、どうすんの、どうすんの。なんかない、なんかない、なんかちょっと何か変な奇跡起こんねえかな。5ターン目サイコキャノンか破滅の炎でしょ。待て、避けない。武闘家のいいとこ見せてけ、武闘家の神髄よ、武闘家の神髄に避けるしかないわこれ。頼む、避けてくれ、避けてくれ、それしかない。ワンチャンあるか、待って、ワンチャンあるんじゃないかこれ、頼む、避けてくれ、避けてくれ、避けろ避けろ、なんか奇跡、避けろ、頼む頼む頼む。よっしゃあった、砂煙は強い、
砂煙強すぎかよ、最強技じゃん、やったオーブが勇気で満ち溢れた、電電流やったなお前、電電流やったなお前、電電流やってくれたじゃないか、砂煙からの砂煙からのミスは熱いよお前いや電電流やっぱお前強モンスターだよな、どう見てもなんで大会で誰も使わなかったんだろうってぐらい強モンスターだよなやべえな天助お前すげえぞ天助